はい、白熊です。ほぼほぼ毎日配信のアスファルト。今回は毛色の違うモードでチャレンジしています。テイクダウンバージョン。パトカーになって逃走する車両をやっつけるというね、そういうイベントですけど、初めてなんでね、ちょっと全然勝手が分かりませんと思ったら電車と正面衝突しちゃいましたけれど、まあまあね、初めてのことなので何が何だかよく分かんないですけど、とりあえず走ってます。どうしたらいいんだこれ。おい、ぶつかればいいのかなこれ。おい、ぶっ飛ばしていきゃいいのかなこれ。なるほどなるほど、いいんじゃないの。ここまでは順調にいってんじゃないですか。おお、なんかわかんないけど結果オーライ、ターゲットの数15個やんなきゃいけないのに、おお今10個目、 OK、 11個目、あと4つ。おお、死んだ。あー厳しい、怖い。よっしゃー、あれ、おい残り3、おい残り1、おいきたー、クリア。あれ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 、何やって、あ、これで終わりなんだ。オッケー。あ、いっぱいなんかいっぱいもらえるじゃん、これいいんじゃないの。まあ初めてのチャレンジでしたけども、たまにはこういうのもいいっすね。ってことで、気分転換にこれやってみました。またよろしくお願いします。白熊でした。